子をなすのは二人の努力と天の気まぐれ。そなたばかりが責められたのでは割が合わぬな。何が原因で解任できなかったのかは今となっては分かりません。名医のもとにも通いました。屈辱的な検査も受けました。しかしいつも理由は分からないと言われるだけでした。結婚から短くない時間を経て未だ子を宿せない。なるほどな。次期当主を密かに狙うエヴァが首をもたげぬわけもない。そなたに罪などない。この国の赤ん坊はコウノトリが運んでくるのであろうが、裁かれるならそれはコウノトリになるのが道理というものよ。ありがとう。しかしいくら当時はまだご健康とはいえ、すでにご高齢の当主様が早く孫の顔を見たいと思われていたことは想像に難くありません。知るか。孫が欲しくばうなるほど持っている金で好きにすればよかろうに。金で生み出せぬものはないと豪語した金蔵だ。孫が欲しくば自慢の金で何とかすればよいものを。ええ、そうです。当主様は子を宿せぬ私を見限られ、その通りになされたのです。ああ、福音の家か。よくあそこから家具どもがやってきていたな。当主様は社会活動と職業訓練の一環として福音の家の子たちの中から成績優秀な子を使用人として受け入れていました。当家にいるシャノンやカノン、ルノンやマノン、レノンなどの音の名を持つ使用人は全てそこからやってきた子たちでした。いろいろな連中がいたな。多くはほんの数年で辞めるがな。当家の給金は数年も働けば十分社会で生活していけるだけ貯まるでしょうし、後宮家での使用人経験は履歴書に通用する立派な肩書きになります。それを得て社会へ羽ばたいてくれれば当主様もきっと本望だったでしょう。なるほど、養子か。とおっしゃいましたか。この赤子を我が孫として迎えよう。おお、よし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 、うん、よしよしよし。申し訳ありません。お父様、私には何をおっしゃっているのか。この赤子を我が孫として迎えよ。そしてクラウスの後を継ぐ者として育てるのだ。それはつまり私と夫の子として育てよとおっしゃるのですか。そうだ。お前に子が宿せぬことはもはや明白。お前の体には何かしらの問題があるに違いない。よし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 、おお、よし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 。暴言だな。女の責任だけで子が産めるならこの世に男など必要ないわ。あの日の悔しさを忘れたことはありません。私とて子が欲しくなかったわけがない。でもいくら祈ろうとも身ごもれないのです。
私の体に原因があるのではないかといくつもの名医を訪ね歩きました。しかしそれでもいくら努力しても身ごもれなかったのです。その挙句がこの仕打ちではな。察するぞ。お父様を恨んではいません。もし恨めるのなら、ただただ自分の体が恨めしかった、憎かったんです。子を宿せぬ我が身がひたすらに憎かった。だから私は祈りました。天使と悪魔の両方に。そしてその両方が叶いました。天使には何と祈ったか。私の体に奇跡を。私の体に問題があるというならそれを受け入れましょう。ならばそれを克服して、どうか夫の子を授かることのできる奇跡を私に。その願いは叶ったわ。あなたはその次の年に見事にジェシカを産むことになる。そして悪魔には何と祈ったか。悔しい悔しい、この身が恨めしい。そしてそれを見せつけるかのようなこの赤ん坊が憎かったんです。何を願われたのですか。私は初めて悪魔に祈りました。願いました、この赤ん坊が消えてなくなってしまえばいいのにって。なるほど、雪吊りの悪魔が夏日様のその願いを聞いてしまったのですな。してどうなったのか。それは悪魔が願いを叶えてくれたとしか思えない奇妙な事故でした。その先は断崖でした。高さは多分10メートルくらいはあったと思います。下は岩場、そこには柵もあったのです。その使用人はわざわざそんなところまで赤ん坊を抱いたまま歩いていき、そして柵に寄りかかったとでも言うのでしょうか。まるで悪魔に手招きされて誘われたとしか思えない。誘われちゃったのね。あなたの願いを聞いた悪魔がその使用人を招いちゃったんだわ。それではその使用人と赤ん坊は死にました。崖から転落して下の岩場に。いえ、私が願ったから死んだ。だからこれはそなたのせいではない。その先を考える必要はないぞ。でも私が願ったから。いいや、違う。願えども叶えるか否かは神と悪魔と魔女の気まぐれ。そなたに罪はない。人間に罪はない。わらわが殺したことにしてもよい。いや、わらわが殺した。嘆くそなたを不憫に思い、わらわが赤子を連れた使用人を崖へ誘い、その下に導いたのだ。不幸な事故があっただけではありませんか。事故で納得がいかなくば我らの仕業に。そのための悪魔でございますよ。そうだわ、私たちはそのためにいるのだもの。あなたが殺したわけもない。私たちが殺したのよ。だからあなたには何の罪もない。だからどうか自身を責めないで、夏日。そうでしょうか。本当に私に罪はないのでしょうか。
ああないぞ19年前の復讐を名乗る和光どめ、呪うならわらわを呪うがよいわ。しかし呪うは魔女の千倍特許よ。夏日に嬉しその喧嘩、わらわが買おうではないか。わらわは後ろ宮家顧問錬金術師、黄金のベアトリーチェ。使えし主に嬉し喧嘩はわらわが買おうぞ。19年前の復讐とな。千年の魔女の前にその程度の年月、瞬きにも足りぬと知れ19年前にそなたの死を願った夏日が憎いか。思い出させてやろうぞ。そなたを崖下へ誘ったのは誰かをな。こちらへ来い、女。その呪われた赤子を抱いてな。許せ、女。魔女に見入られた不運を呪え。そしてこの世で決してめでることかなわぬ黄金のバラに囲まれながら眠れ、ガープ。はい、了解。わらわが保証するぞ。そなたには何の罪もない。19年前の復讐とやらはこのわらわが買おうぞ。崖下の二人を見つけ、私は青ざめました。そしてお屋敷へ駆け戻り、大騒ぎになりました。大至急船で病院に運びましたが、あの高さで即死を免れただけでも奇跡。使用人も、そして赤ん坊も死にました。私は
お父様から赤子を預けられ3日も経ないうちに殺してしまったのです。主人は出張中でした。当時まだお屋敷にお住まいだったローザさんもご友人と旅行中でした。六軒島には私とお父様しかいなかった。そして私とお父様以外誰もよく知らぬ間にどこからともなく赤ん坊が現れ、そして消えていった。あれはそう、夢なのよ、悪夢。お父様は私を責めるに違いないと思っていました。しかし何か様子がおかしかった。読めていたぞ、読めていたぞ。この天罰はな、どこまであがくのか、どこまで我がものにならぬというのか。からの檻に興味はない、打ち捨てい。その赤ん坊が19年前の赤ん坊だと？くだらぬ、わらわが殺した。すでにこの世にはおらぬわ。しかし赤き真実なきが人間の世界、人間の世界に信用できることなどありません。そうね、ベアトは確かに殺したわ。でも人間の世界では生きていることになっているのかもしれない。本当に生きているのかどうかはともかくね。実は生きていたというのですか？あの高さからあの岩場に転落して。わからぬ。だが落ち着け。そやつがどうそなたを憎もうとも真実は事故だ。そなたを恨もうなどお門違いもいいところよ。でもでも、たとえ指一本触れていないとしても私は心の中で。落ち着け。19年前の男が何を恨もうと叫ぼうとそなたを追及できる罪などあるわけもない。だから落ち着け。19年前の男はわらわの来客として迎えてやろうぞ。碑文の謎を解かれお役はごめんかと思っていた矢先だ。わらわの最後の客としてもてなしてやらねばな。面白くなってまいりましたな。ゴールドスミス教の秘密を守るのに加え19人目の来客、さらに19年前の男とは。そうね、金蔵が生きてると主張する私たちにとってエリカは19人目ね。その19人目の駒に19年前の男。面白いじゃない。ワクワクするわ。相手にとって不足なし。わらわの茶会の来客が一人では物足りないと思っていたところよ。来るがよい、愚か者どもめ。
母さんが俺の約束を守る限り、あんたの秘密は守ってやるよ。約束を破るなよ。俺はもうお前のすぐ近くにいる。部屋の明かりが消えるかどうか、そして電話をしているかどうかさえ俺には手を取るようにわかるんだ。俺さえ望むなら、あんたの寝顔にキスすることだってできるんだからな。守ります、約束は守ります。だからやめて、もうやめて、やめて。じゃあね、おやすみ母さん。はい、一丁上がり。これで夏日は今夜は部屋から出てこないわ。器用ね。あんた声を変えられるの？声くらい誰だって変えられるわよ。パパにおねだりの時は甘い声、学校休む時は風邪っぽい声、実は嫌いな友達に断る時は申し訳なさそうな声。お望みなら、どんな声でも使い分けて見せるけど。あんた魔女やめたら声優になるといいわ。これでお互い駒の準備は OK かしら。フルドエリカ、なかなか素敵な駒じゃない。エンジェなんかよりはるかにベルにふさわしい駒だわ。お褒めに預かりまして光栄です、ラムダデルタ教。こちらこそよろしくよ。素敵だわ、本当に可愛い。魔女幻想に屈服させてその顔を屈辱に歪めてやりたいわ。だそうよ。私に恥をかかせないでよね。エンジェよりはるかに使える駒だってことを見せてちょうだい。お任せを。ベルンカステル教、我が主、私はあのようなネクラで低能で可愛げのかけらもない駒とは違います。本当よね。エンジェなんてクズ肉になってバトラを焚きつける以外何の役にも立たなかったわ。家族愛とか兄弟愛とか私たちは全然興味ないの。私たちが見たいゲームはもっとエグくてドロドロしててグロテスクでポップでキュートな殺人事件だもの。夏日がキングでベアトがクイーンってとこかしら。夏日をかばって群がる魔女とカグたちはチェスの駒というよりはボーリングのピーって感じ。夏日にベアト、金蔵にガラクタ家具の幻想たち、私たちを楽しませてみせなさいよね。特にベアト、私たちもうあんたには飽きてるの。あんたの魔女伝説殺人ごっこはもうおしまい、あんたの出番もおしまいってわけ。このゲーム版はもう私とベルンがいただいたわ。あんたなんて私たちの駒に落ちぶれて永遠に遊ばれてるのがお似合いよ。夏日もベアトも薄汚い真実という腹綿を薄皮一枚で包んだだけのズタ袋だわ。それをズタズタに引き裂いて中身を引きずり出すことこそ私の、いいえ、私たちの数少ない娯楽なの。ええ、楽しく遊べるわよ。ねえ、見てる？ベアトリーチェ、あんたのゲーム版はこんなにも楽しく遊べるのよ。私が見せてあげるわ。本当に楽しい第5のゲームをね。私たちばっかり気持ちよく喋っちゃかわいそうだわ。ベアトにも喋らせてあげたら？だそうよ。特別に発言を許すわ。今回のゲームの抱負でも言っちゃったら？何もないって。そうよね、そうよね。あんたバトラに屈しちゃった負け犬だもんね。私に任せなさい。魔女側優勢に一気に流れを変えてあげるから。ただという駒はサクリファスさせてもらっちゃうけどね。
碑文も第一の番以前にあっさり解かれ、黄金の番人ベアトリーチェも肩なしですね。夏日の幻想として駒に残れてよかったじゃない。ま、もうあんたの扱いは駒じゃなくてピンなんだけどね。黄金の魔女ベアトリーチェなんてもう出番はないのよ。あんたとその家具たちは私のゲームではほんのちょい役やられ役。気持ちよーくすっ飛ばされて私とベルのおもちゃにされなさいよ。嫌ならやめてって一言言ってみて、そしたらやめてあげるから。バトラ、いよいよ二日目を始めるわよ。私はベアトみたいにトロい展開は嫌いなんだから。好きにしやがれ。お前が何をかき回そうと、俺は必ずこのゲームの真相にたどり着いてやる。そうでなくては困ります。妹さんのためにもしっかり戦わなくちゃ。ご安心を。ラムダ・デルタ教はベアトリーチェのマヌケと違い、はるかに恐ろしい相手ですが、私がしっかりサポートするので問題ありません。私と一緒に今度こそ魔女幻想を暴いてやろうではありませんか。お前なんか知らねえ。ベアトのゲームにいなかった存在など俺は認めもしないし、必要ともしない。強がり言ってる場合ですか。ま、お互いせいぜい頑張りましょう。一緒に魔女幻想とやらを引き裂いてやりましょう。握手は嫌いだそうよ。エンジェと同じなのね。ご安心よ。私はエンジェよりはるかに役立つ駒ですので、バトラさんの闘志を回復する以外何もできなかったひき肉とはわけが違います。頼もしそうな仲間に恵まれて嬉しいわね。かつてはワルギリアに炉の上、エンジェまで来てくれたわ。そしてとうとうベルにエリカまで。あんたを応援してくれる駒たちはこんなにもたくさん。それでも未だに真相の尻尾すらつかめない無能っぷりってどんな気持ち、どんな気持ち。関係ねえな。これは俺とベアとの戦いだ。その他の誰であろうと関係ねえ。ああそうなの。やっと独り立ち。いっつも誰かに助けられ情けをかけられてばかりのあんたが、今まで一人でできるやら楽しませてもらうわ。取り戻すぜ。これは俺たちのゲームだ。お前たちはお呼びじゃねえ。ええ、そうよね。これはあなたたちのゲームだわ。なら取り戻してごらんなさいよ。手加減だらけだった。ベアとのゲームさえ勝てなかったあんたが、誰の助けもなく
一切の容赦のないラムダのゲームをどこまで戦えるのか。ではお目覚めなさい、後ろ宮バトラー。ようこそ10月5日の朝へ。